玉霊園駅。玉霊園駅は、東京都府中市清水が丘3丁目にある、京王電鉄京王線の駅である。駅番号は、京王22、相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。それまでは改札内に地下通路を有し、上りホームの新宿方面側に改札を有していたが、2010年11月27日より、 新設の京城駅舎の共用が開始された。改札口は京城駅舎内2階にある。両ホーム中間部には、冷暖房完備の待合室が設置されている。改札口と各ホーム及び北口、南口の地上との間にエスカレーターとエレベーターが設置されている。トイレは改札口を入って右手の2階改札内にある。ユニバーサルデザインの一環としての 誰でもトイレ、オストメイト対応も設置されている。北口には、路線バス、タクシー乗り場がある。2017年度の1日平均乗降人員は12,818人で、ある。近年の1日平均乗降人員及び、乗車人員の推移は、下記の通り。駅舎は清水が丘、小柳町、若松町、白井都台の各町に囲まれている。 駅周辺一帯は、府中崖線を南に控えた武蔵野台地の南端にあたる。府中崖線と、駅北側の甲州街道がそれぞれ京王線と並行して東西に走り、その間に商店街が形成されている。商店街の周囲には、住宅地が広がり、武蔵野の面影を残す区域も点在するが、宅地開発の進展により、徐々にマンションや小建て住宅が増えつつある。 北東の方角に、西武鉄道玉川線の白井台駅と府中、白井台郵便局があり、徒歩10分程度である。玉川協定場へのアクセスにもよく利用されており、専用のバスロータリーや小さな飲み屋などがある。駅前商店街は、玉ロード商店街と呼ばれ、主な店舗は、駅前の東郷寺通り沿いにあるが、 旧中通りなどの道路整備に従って、駅北側へと徐々に拡張されている。古くから、ある店舗が多いが、簡慢に建物の建て替えや店の入れ替えが進んでいる。飲み屋、コンビニエンスストアや小規模の食料品店が、駅の近くにある。地産地消を目的とした、地元野菜の直売所が、駅周辺に点在しており、北口にある JA マインズショップは店舗型の、 直売所としてオープンしたものである。このほかアンティーク、陶器、祭り用品、太鼓、シャミなど、伝統的物品を扱う店がある。府中市は、東部の北多摩郡多摩村、西部の北多摩郡政府村、中心部の北多摩郡府中町が合併して成立した自治体で、東駅周辺は、旧多摩村の中心地であった。駅北側にある今の、 第四学童クラブのところに村役場があり、合併後はそのまま府中市役所東部出張所として利用された。その後、東部出張所は白井都大文化センター内に移転している。白井都大文化センターは府中市で最も早期に開設1971年された文化センターで図書館を併設している。 駅北側の旧甲州街道沿い及び南側の府中岳線沿いには複数の神社、仏閣がある。旧甲州街道沿いには重要文化財の近藤阿弥陀如来立像を収めた、染谷不動のほか、上染谷八和田神社、常久八万神社などがある。府中岳線沿いには、しだれ桜と山門のある東郷寺のほか、高神道を祀る溝口神社、西側に滝神社、 最寄りは、東府中駅、東側に、八幡山本願寺、最寄りは、武蔵野台駅がある。駅改札口を出ると、小さなバスターミナルがあり、駅の東側を横切る行動に接している。これは、東郷寺通りといい、北に向かって進むと、旧中通り、品川通り、旧甲州街道、国道20号とそれぞれ交差する。旧州街道と交差して、以降は、 玉霊園南山道となり、そのまま1.5キロほど北進すると、玉霊園に至る。旧中通りは、甲州街道と交差して、以降は、浅間山通りとなり、北に向かって進むと、やがて都立浅間山公園に至る。東郷寺通りを南に向かって、府中崖線の刷毛を下ると、その坂の途中西側に、雄大な山門を構える東郷寺がある。寺のは有名で、 開花時には多くの花見客で賑わう。府中が気仙沿いに東西に伸びる道を行き来の道といい、かつては東海道の多いから府中を経て、甲州の国府へと続く古道であったとされる。さらに南に下ると、清水下通り、中央自動車道と交差し、やがて多摩川に達する。中央高速バスの中央道府中バスストップも駅から徒歩10分程度で行ける。 清水下通りには街路樹として海道と花水木が植えられており、西端部の整備によって交通量が増えている。南口にある東郷寺の山門は黒沢明の映画、羅生門で使われた撮影セットのモデルである。セットは京都のスタジオ内部に作られ、実際にここで撮影をしたわけではない。駅北側の旧中通りと品川通りとの交差点には、 府中市がパブリックアートとして彫刻作品理科を設置している1995年に設置。作者の岩野雄造1931年から1987年は東京造形大学教授を務めた彫刻家である。東郷寺通りと旧甲州街道が交わる交差点に染谷不動村がある。社寺としての規模は小さいが、 重要文化財、旧国宝の阿弥陀如来立像が収められている。毎年11月3日、文化の日に一般向けに公開される。駅北側にある品川通りを西にしばらく行ったところに、府中市指定文化財の上被災地里塚がある。江戸初期に整備された甲州街道の日本橋から七里、約28キロの位置に設けられた一律カートである。駅南側にある、 府中岳線、立川岳線からは、縄文時代の遺跡が、複数出土している。特に清水が、丘と白井戸台から出土した遺跡は、大規模なものである。駅開設当時の駅名である、玉とは、駅所在地の地名から。その後、東京市玉墓地の開園に合わせて、四公園墓地前と解消され、その後に、玉霊園と解消された。なお、玉駅は、 北東徒歩20分ほどの西部玉川線にある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。